仲良しだね。はい。え、じゃあ仲いいんですか？そうです。すごい私も一緒。本当だ。すごいね。そっくり。実はね、気持ち。何作るかなって。でもこっちには成功してる。成功してる。いいところでね、あのセンターラインこうパーンって当てれる。完璧ですよ。あれ、お前今日弁当は？あ、いえ、そのはい、これウインナーはタコにしといたよ。え、どういうこと？いや、まあ、こういうこと。え、タコ？まあ、こういうこと。え、ヒカズ先輩、食べましょう。コンビニ弁当なんて冷めたらただのゴミですよ。そう、手作り弁当なんか冷めきってるじゃないか。何言ってるんすか。小林さんのぬくもりでめっちゃホットですよ。うまい。西田さんが俺に手作り弁当を作ってきてくれるのはいつになるのかな。絶対ありえないと思う。何照れちゃってんの。すっごろす手作り弁当でも作ったか。それさ、めんどくさ。じゃあ、あいつのためにツアーでも組みますか。地球の裏側で骨を埋めるツアーなんてどうかな。そのこと、宇宙で星になるツアーなんてどうだろう。いやせっかくの星空が台無しじゃない。全部聞こえてますよ。聞こえるように言ってんの。斬新じゃないですか。何が。いや、ツアーですよ、ツアー。そういうツアーがあれば、営業も楽しいのにな。お、どんなツアーだい。いやだから宇宙で星空に社長。宇宙。あ、はい。いや、そのそれよりどうしたんですか。珍しいじゃないですか。ああ、まあたまにはみんなと弁当を食うのもいいかなってね、うん、へえ。ああ、ここ空いてますよ。おお。いやしかし偉いよな。休憩時間までみんなで企画会議か。あ、はい、まあ。あ、続けてもらってもいいんだぞ、企画会議。いや、ちょうど落ち着いたところなんで。うん、そうか。あ、おい、みつき、お前もちょっとこっち来いよ。はい。あ、ほらほら、女の子たちもせっかくだからみんなで、あ、みんなで食べよう。で、社長、今日はどうして。え、ああ、まあ最近景気悪くてさ、ちょっと悩んでんだよな。あ、で、どうだ西田君、窓口の飛び込みの方の客は。うん、そうですね。タコ。もうタコばっか。え、だって違うでしょ。まあ、昔に比べてかなり減りましたね。だよな。前年より 30% 減ってますね、うん、やはりうちみたいな小さな旅行会社は県民の方へのコツコツとした営業が重要になってきました。だよな。で、どうだい営業の方は。甘い。甘いですね。え、あ、いえ、甘くないです。うん、甘くないです。結構渋いです。前年比で 20% をしてますね。やはりポツポツした営業のほか、うん、ネット対策が必要かと思います。ホームページか。はい。で、うちのホームページは。小林さんが。はい、趣味で。まあ、めっちゃ可愛く作ってくれてます。壁紙は水玉で、うん、最近ピンクにしたんです。可愛いよね、あのホームページ。小林さんは何でもできるんですね。そんなことないですよ。でも最近ちょっと飽きてきちゃいました。え、こんな感じです。うん、そうか。もはや電話で申し込む人はほとんどいません。なんで。メールです。どこに行きたいかネット検索で調べ、どこの旅行会社が一番安いかネットですぐに分かる、うん、あとはパソコンの画面上から申し込むだけ、うん、チケットは。もういいですよ、水木さん。社長には何度も言いました。相手に投資することが生き残る道だ。だけど社長は聞く耳持たずです。え、おい、何を言ってるんだ。そんな時代はすぐに終わるぞ。地道に営業してたな。地域の方々の信頼を得た会社の勝ちなんだから。そうですね、そうですよね、うん、その通りです。その通りかもしれないけれども、そんな時代が来る前に僕らは死んでます。え、まあ、このままだと僕らが死ぬ前に確実にこの会社は潰れます。なん、じゃあ
小林さん、ホームページもっと頑張ろうよ。へえ、あれ結構大変なんですよ。だよね。うん、今日のお弁当作るぐらい大変だよね。あ、じゃあ時給少し上げましょうよ。え、ねえ、小林さんアルバイトなのにこんなにやってくれてるんだし。ねえ、社長。え、ああ、そうだな。だったら超頑張る。バカだな、笑っちゃうよ君たち。さっきから何、あんた、ちょっと言葉遣いに気をつけなさいよ。いやいや、西田さんに言ってるわけじゃないんだよ。甘いの、超甘いの、うん、小林さんの卵焼き以上に甘いの。え、マジっすか、それめっちゃ甘いじゃないですか。私と徳地くんの関係とどっちが甘い？俺と西田さんぐらい？殺す。俺と社長ぐらいじゃない？はは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 はサーチエンジンオプティマイゼーション、つまり検索エンジン最適化のことです。何言ってんですか？あ、だから小林さんの作ったホームページは旅行会社と検索して何番目に出てきます。いやー、めんどくせ、うん、つまり小林さんの作ったホームページは旅行会社で検索しても見つからないんですよ。つまり誰も見てないってことです。これがどういうことか分かります？誰も見てないってことは誰も聞いてねえし。行けよ。てか何？私が作ったホームページに文句あんの？そうじゃない、そうじゃないよ、立派だと思うよ。だけどね、今やホームページは社運がかかってんだ。会社の顔なんだよ、わかるかい？行けよ。聞いてよ。あー、みんな。あー、まあ落ち着きなさいよ。わかってますよ、わかってますよ。中西くんが言いたいことは分かる。うん、中西くん、分かるよな。あ、分かんない。え、私も分かんない。同じく実は俺も、うんうん、俺も同じくっていうよ。冗談だよ。おい、中西、こっち戻ってこいよ。ほら、もういいっすよ。え、あのな、企画なんだよ、企画。ホームページや会社の顔、うん、わかる、それはわかる。だけどな、それは表面的なことに過ぎないんだ。問題は中身なんだよ。中身が重要なんだ。中身？うん、そう、だから私たちが受付なの。え？どういうこと？受付嬢は会社の顔、美貌があれば中身なんかいらないの。めで、ところで、さっきの企画、一体どんな企画だったのかな？いや、まああれは遊びですから。いいから。いや、宇宙に骨を巻くツアーの話です、うん、そう、そういうことだよ。まずはそこから始めたいんだ。いいか、斬新的な企画はだな、常に非現実的な発想から生まれるんだ。俺は今日そういう話をしにここに来たんだよ。受付嬢と行く、うん、北海道イクラ丼ツアー。おお、いいね。行きたいって言ってたもんね、北海道。おーおー、受付嬢と行く、うん、沖縄シークワーサーツアー。おお、それもいいな。おーおーおー、社内恋愛で行く婚前5つは一人で来な。え、先輩、俺は付き合いますよ。お前とは行きたくない。いっぱい行きたいところがありすぎて選べない。あ、じゃあルーレットで決めるってのはどうだ。面白い。